皆様こんばんは。本日はたくさんの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それではこれより巣鴨大台バラ花祭り前夜祭チャリティーフォーラムを開催いたします。ご存知の通り、大正大学は仏教を建学の理念とする大学です。創立以来およそ90年、一貫して人間とは何か、仏教的生き方とは何かを求めてまいりました。こうした教育活動の在り方を広く社会の方々にもご理解いただき、人々がよりよく生きる地域の再生に貢献する大学として、地域の皆さんから愛される育てられる教育環境を整えていきたい、そんな大学に変えていきたい、こうした思いのたくさん詰まりました巣鴨花街道プロジェクトバラ花祭り前夜祭の開会でございます。ではまず大正大学本学の勝崎雄玄学長より皆様にご挨拶を申し上げます。皆さん、こんばんは。第1回バラ花祭り、大正大学が今地域と共に歩む大学、学生の皆さんが地域の方々と一緒に共に交わり合い、共に心を結び合い、日々の学習とまたいろいろなこの遊びを含めた時間を地域の方々と一緒に過ごして学生生活を楽しく明るく過ごしていきたい、大学全体がそういう方向に誠実に一生懸命に進んでいこうという決心をし、そうした決意に導かれて、いろいろな企画をし、また行動をしているわけですけれど、昨年の5月18日に、私どもこの大正大学のキャンパスの中に、巣鴨大台観音堂、サザエ堂という新しい仏教文化施設、私どもの心の拠り所を落慶させていただきました。明日がその1周年ということで、私が同志を務めさせていただき、1周年の記念の法要花会式を営まさせていただくわけですが、今日はその前夜祭として、そして皆様にこの時間にお集まりいただき、皆様と一緒にこの空間を、この和やかな有意義な時間と空間にさせていただければありがたいと思っております。いろいろなイベントの中で皆様とともどもに絆を深めさせていただき、心を通わさせていただくことができればありがたいと思います。どうか今宵和気あいあいとしたこの巣鴨バラ花祭り、一つよろしくどうぞお願いいたします。